日本オートサンダル自動車。日本オートサンダル自動車とは1952年、昭和27年から1954年、昭和29年までの短期間に存在していた、零細自動車メーカーである。本拠地を名古屋市に置いていた。日本で初めて軽自動車規格の四輪車を製造したメーカーであるが、商業的には失敗に終わり、短期間活動するに止まった。 名古屋市在住の中野嘉し郎は、大正時代中期に自動車部品業界に身を投じ、三十歳になる前の1926年時点では、名古屋での放土車純正部品販売店を営む、成功を収めたが、その傍らで自動車製造の野心を抱いていた。1931年、昭和6年から、個人企業、ジャイアント中野モーターを経営し、オート三輪、トラック、 ジャイアント号を開発、製造した。ジャイアント号は1937年、昭和12年に帝国製機産業に製造移管。翌年同社が帝国製病に社名変更。さらに戦後、愛知航空機の後ろ身である新愛知企業、愛知機械工業に生産移管した。中野が戦後の1951年、昭和26年。 自らの経営する中野自動車工業で開発、発売したのがリアエンジンリアドライブ二人乗りのオートサンダルであった。当時、戦後に日本にも出現したスクーターが走る椅子として世間に懸念されていた向こうを張って走るサンダルというべき軽便さを売りにした生活感あふれるネーミングである。1951年。 昭和26年に完成したオートサンダル試作車はボンネット及びリアのエンジンフードが全体に円弧を描いたおもちゃじみたスタイルでデザイン以前のデザインというべきものであった。翌1952年昭和27年から市販を開始したモデルはボンネットのフロントノーズを高くしダミーグリルを与えるなどのリデザインで幾分自動車らしい形態を備えるようになっていた。 ただしハンドメイドのため個体の使用違いが多かったようで写真の FS 型実写はボンネット外を持たない試作者に近い形状である。ボンネット工のかさ上げはフロントのトライクスペース確保のための策でもあった。エンジンは旧三菱重工系の中日本重工業が低地動力、農業用などの汎用として製造したセントラルコミパワー CE30。 クーレイ4ストロークサイドバルブ単気筒 348cc5PS 2700rpm 免疫エンジンともを搭載した。二輪車では、社外製エンジンをアッセンブリー式に搭載することが当たり前であった。当時、三菱製エンジン搭載はむしろ、ステータスと考えられていたようで、カタログにも堂々と強力なエンジンとして紹介されていた。セルフスターターがなく、 運転席側外反から露出したキックスターターを車外で蹴り下ろしてエンジン始動させてから乗り込む必要があった。変速機は当初円盤2枚を組み合わせた原始的無断変速機のフリクションドライブ式だった。構造は簡単だが変速機内における摩擦、空転のロスが避けられないシステムである。フリクションドライブ車 FS 型はカタログスペックで 車重 390kg、最高速度時速 45km とされた。全長 2280mm、ホイールベース 1430mm であるが、全長については、ハンドメイドボディの形状によって、多少の差異があったものとみられる。このフリクションドライブ使用車は、エンジン搭載位置が5車軸より、前方にある、ミッドシップレイアウトだったことが挙げられる。 当時の日本には、そのような自動車用語がなく、またこのようなレイアウトが、オートサンダルのような超小型車において、そもそも有利であったのかも不明である。操縦性を考慮した自覚的な配置というより、フリクション変速機の構造的制約、かさばってスペースを取るによる、やむを得ないレイアウトだった。オートサンダルは FS 型、回 N 型とも前後輪を単純な立て置き、 ハンダエンリーフスプリングで指示していたことが、カタログ側面図からわかるが、喧嘩方式について、言及、検証した文献は見られない。菊道輪の前輪は、固定車軸と見られるものの、後輪については独立喧嘩もしくはドディオンアクスルであった可能性もある。FS 型の駆動系は、出力側フリクションディスクから、左横方向にシャフトを引き出し、スプロケットを介して、 ローラーチェーンで前方のディファレンシャルギアに動力を伝達する構造で、そこからハーフシャフトが出ており、ジョイントを介して後輪を駆動している右シャフトはフリクションディスクユニットの真下を通る。この場合、リーフスプリングとは別にトレーディングもしくはリーディングアームを設けて左右の5車輪を位置決めするなら独立喧嘩にできたが、むしろ縦置きリーフスプリングのみで駆動シャフトは別の車軸を 支持するとディオンアクスルの方が技術的に良いである。続いて二足手動変速機仕様の FN 型が追加された。こちらはホイールベースをそのままシャーシを前後オーバーハングで合計 110mm 延長、座席位置を後車軸よりにずらし、エンジン搭載位置を車体後端とした一般的なリアエンジン式で車重は 407kg に増えたが最高速度は 時速 50km に向上した、最もこの最高速度もあくまで、カタログスペックである。FS、FN は、併売されていた模様で、実際にそうであれば、日本初の、同シリーズ車におけるマニュアル車とオートマチック車、セミ、オートマチック車の併売であったことにもなる。1953、昭和28年型からは、手動変速機を3速化したとされるが、 現存する唯一の FN 型は1952、昭和27年式ながら三足式で、これまた少量生産ゆえの使用ぶれと言える。当時のカタログには、リッターあたり 25km という経済性、取扱い、修繕用意という特徴に加え、200kg 積載、箱根、鈴鹿を楽々と超えるという楽天的な売り文句が掲載されていた。 驚異な高性能ミニカーである。本当にその通りならばだが、空車で、オートサンダルと、ほぼ同程度の車重、385kg があり、エンジン出力は3倍の 16PS あった1958年、昭和33年のスバル360すら、急勾配を、オーバーヒートなしに途半できるまでには、多くの困難があったことを考えると、果たしてどれほど信頼に値するジャックであったかは、 はなはだしく疑問が残る。またカタログには様々な派生車種が掲載された。基本型のニザオープンであるロードスターロリーのほかピックアップ、トラック、ジープ、4座ザセダンなど多彩な内容であったロリー以外の派生型については果たして本当に製造されたかすらも怪しい。口述する1954年の前輪駆動モデルで、あれば貨物車のバリエーションは 展開可能であったろうが、前期型のリアエンジンをオートサンダルの場合、構造、スペースの面から、自在な設計は、不可能であると見るほかない。ただし、4座モデルは、実際に写真が残っており、一見すると、オープン2シーターだが、普通であればトランクである場所に2シートスペースが、設けられていた。この4シーター型が、F、FSKN 型のバリエーションであったのか、 後実する前輪駆動の FNL 型ベースであったのかは明確でない。1954年昭和29年にはフルモデルチェンジが計画され新型 FNL 型は前輪駆動化されることになった。同時にエンジンも新型に変更される。全車軸前方に縦置きオーバーハング搭載される新エンジンは水冷2ストローク。 直列に機動 238cc10hp5000rpm を交渉した車内製か、エンジンメーカー製かは不明。排気量が小さくなったのは、当時の軽自動車規格が2ストロークエンジンだと 240cc 以下に制限されていたからである。セルフスターターも装備された。残されたカタログによれば、新モデルの2ストロークエンジンは、 ガソリンとニストロークオイルの混合を配管上で行う分離給油仕様。後発の軽自動車メーカーより10年近く進んでいた。で、旧 FN 型同様にニザ三段手動変速が基本だが、最大積載量 250kg、最高速度時速 70km を交渉しており、後発の日本自動車工業が製作した NJ 号に匹敵するスペックであった。 しかし車重は4 0 0ラムと重く、多分に現実味の薄い数値であった。全長2 8 1 0ト、mm、ル、ホイールベース1 5 7 0ト、mm、ルと大型化されており、シャーシは引き続きボリト別で、前後車軸とも縦置きリーフスプリング支持の固定軸を持つカタログ平面図から判別されるが、前輪駆動の構造制約上から特許を称する。 自由関節ドライブを装備することがカタログに処れており、前輪ドディオンアクスルであった可能性があるドディオン式の全車軸を持つ前輪駆動車は1930年代以前の前輪駆動車黎明期にいくつかの洗礼がある。しかしこの前輪駆動モデルは試作者のみで量産されなかったものと考えられている。カタログ写真及びシャーシ平面図では 左ハンドル仕様となっていたが、その意図も不明である。結局オートサンダルは、リアエンジン型が、わずかに196台製造されたのみだった、200台以上と、する文献もある。福岡県久留米市の旧車販売業者、セピアコレクションが保有する FS 型と FN 型1台、後者は、ナンバープレート取得済みが2012年、平成24年時点で現存しているが、 その他の現存者は不明である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。